面白いんです。その監督にも言われたな、お前そんなに映画好きでなんで俳優なんかやってんの、だってすごい好きそうだもん本当に、あので、真剣にお前は俳優だけやってると人間がダメになるから、あのちゃんと他の仕事もやれって言われました。でオタールの映画に出てるなんかある役者さん、素晴らしい役者さんいるんですけど、ね、年配のその人はなんかなんだっけな、ホテルみたいななんかを経営しなんかやってて、大家さんみたいな、だ普段はなんかそういうののこう、うん、なんか修繕したりいろいろこうメンテナンスやったりとかしてるって言ってて、うん、はあって、うん、あの海外だとイギリスがそうだけれど、なんて言うんだろう、作家だけって人いないですよね。必ず他の仕事やってて作家やる。それであのラグビーの選手なんかもね、はい、普段他のことやってるのにラグビーもやる。あ、そうなんですね。要するに必ず2つやってるんですよね、はいはい、うん、日本は、うん、なんていうんですか、作家っていうといっぱいいるじゃないですか、うん、はい、だから非常に特別な現象で、うん、なるほど、そういうのもあるんですかね、うん、だから皆さんね、もう一個ね持ってるんですよね大概。うん、だからそういうことがあるんじゃないかな。僕もそうしたいですもんね。今からじゃ遅いかな。庵野さんが、僕日本プロフェッショナル大賞っていうのでなんかちょっと衣装をいただいて、それが作品賞かな、があの監督失格っていうあの、はい、あの映画で、で庵野さんがプロデュースやるんですか。で、あ、平野さんだ。僕平野さんって、あ、まあ、楽しい、面白い人で、僕前平野さんがカメラをやった劇作品ですよ。あ、そんなのあるんですよ。1対2人っていう映画で、その監督が平野さんをカメラにしたいって言って、でカメラの説明書見ながら撮ってました。すごいなと思って。で、あの人自転車でこう自分でこう撮るじゃないですか。で、あの映画の中にも出てくる。そうですよね。で、とにかく僕が逃げているのをずっと追っかけるから、うん、とにかく逃げてくれって言われて、逃げてマンションの廊下行っても自転車で追っかけてるんですよ。これでこもう柵乗り越えて大丈夫だと思ったら、ガシャンって言って振り返ったら、もう乗り捨ててこうやって追っかけてきて、でその後僕ずっと西間君ね、一緒に南極かどっか行こうってずっと言われてて、いやいやいやって言って、僕寒いとか辛いのダメなんだよ、いや君はね絶対好きだから、君はね絶対にそういうのが好きなんだよって言われて、いやそうですかねってすごい誘われてたんですよ。で一緒になんか冬の北海道行こうとか言われて、いやいやって言って、で、あのじゃあちょっとなんか年末の元旦になんかサイクリストがなんか日本の一番北からに集まるって噂があるからちょっと行ってくるから、もし生きてたらハガキ送るわみたいなので送られてきたりとか、そういうのがあったりしてたんですよね。それで知ってて、で林美香さんが亡くなったって聞いて、一回だけうちに遊び行って、もう元気そうだったけどっていうのがなんかあったんで、監督資格見に行って、うわすごいと思って、あのラストシーン庵野の意見でああなったんですよね。ああ、そうなんですね。あいつとも仕事で関わるって大変だね。もうやめよう。そんな人ばっかじゃないですか、鈴木さんの場合。まあ、それがね、そういうふうにこういることが許される場を作ってるっていうのは、いやすごいことですよ、大事なことですよ。やっぱりなんかどん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 こう今その俳優とかももうね、言っちゃなんだけど、こんな仕事ね、人じゃないからやってるつもりでやってたら、なんかいやむしろもっとこうなんていうかこう健全であったりこうでなきゃいけないっていう風になってて、なんかすごくこう生きづらいんですよね。だけどまあなんていうのかな、物を作る人っていうのはね、どっかに狂気があるんですよね、本来。そしたら健全ではいられないですよね。そうなんですよね。だから僕は例えば宮崎駿がね、なんだ、一見健全なものを作ってるように見えて実は全然そうじゃないと、やっぱりそばにいいと思いますからね、はい、だって物を作る人はみんなねそういうものを持ってますよ。それは面白いと思うかどうかでね。でもそういう人がこうそういうふうにいられる、なんかそういう場
作りっていうのはすごく昔はそういう人が普通にいられたと思うんですけど、だからみんなまともになっちゃったからそれで面白くないんですよ。僕この京都で前撮影した時に、僕そんな飲んでとかってないんですけど、京都でなんかちょっと変わった店に入っちゃって、なんかものすごいなんか飲まされたんですよ。で朝起きたらまだ酔ってて、僕ないんですけどそんなこと、まあ行ったなと思って撮影所行ったら、普通にメイクさんもなんかいつもよりちょっと厚めに塗って顔赤いからでやって、で打ち上げみたいなのやった時に監督が、お前あの時酔ってたろって言われて、はいっつって、あれでいいと思ったんだお前って、あいいんだっていう、まだ今日はそういうところは残ってますね。ちょっと西島秀俊さんが声優に初挑戦した映画、夜の帳の物語。フランスのミッシェル・オスロ監督による少年少女の愛をテーマに、美しい色彩で描かれた影絵アニメーションなんですが、この映画が現在ブルーレイ、DVD で発売されています。また続編夜の帳の物語覚めない夢は好評につき上映延長が決まり、1月28日から31日まで新宿バルトナインで上映しています。僕もカンペ挑戦したくて、なんかノリ平師匠がね全部カンペだったってよく面白いんですよ。ノリ平さん師匠は全部カンペなんですよ。でお茶碗の中にかんなんかねこうやってねうんって飲もうとここに貼ってあって、相手役の人にすいませんってここにこう貼ってあって、うんってとここに貼ったりとかやっててっていう話で、お茶碗の中に入れてて、なんかその共演の人がふざけてご飯入れると一生懸命こう食べて飲んでとか、もういい話がいっぱいあって、こう完璧ありだなと思ってて、いやいろいろいましたね。いいなこんな話ばっかりしてていいのかな。生まれてくんの本当にそうだったよないやでも聞いてると本当にそうですよね。いや本当にそうなんですよ。あ